こんにちは、カモネさん。いつも配信楽しく見させてもらってます。今回マシュマロ送ったのは他でもなく質問があるからです。まあそれはそうだろうね。コンボムービーって知ってますか？まあ、知ってはいる。 BGM で音楽を流しつつネタコンやら実用的なコンボやらを流す動画です。そのコンボムービーでフリーの BGM や歌ではなく著作権で保護された音楽を使用している動画を畳みますが、カモ男さん的にはどう思いますか？回答よろしくお願いします。あーなるほどね。確かに。いや、著作権で保護された音楽を使ってる動画を、例えばですけど YouTube とかかなにアップしたりすると、それ勝手にあれじゃない、あの YouTube 側で、あこれもうあの権利侵害してますんで無音にしときますねみたいな感じになるじゃん確か。で、いやそういうのに対応したサイトだったら勝手にね、実はねあかんやつはねあかんくなるんですよ。で中には、中にはじゃないな。そのなんだ、いわゆるその YouTube とか、BGM とか音楽の、いわゆる、AI による自動認識機能に対応してるところですと、あれなんですよ。まあ、勝手にそうやって認識されちゃうのね。で、された後に、確かね、開発者じゃないや、作曲家じゃないな、なんていうんだ、その管理してる会社、曲を管理してる会社の方に確かにお金が行くんだよな、確か収益が。そう。収益で、そのいわゆる YouTube とかって動画再生するとお金が入ったりするんだけど、そのお金が、動画をアップした人には一銭も入らず、全部、その元の人、申請あった人の方に行くような仕組みがある。から、まあ、場合によっては大丈夫なんじゃないとは思うんだよ。その、なんだろう、こういうやつでも。わかんないけど。実はね、俺もちゃんと調べてはないんで、わかんないんですけど、場合によっては大丈夫なんだけど、ただ、例えばだけど、その著作権の著作主、その、そうだな、曲作った人とかが、いや、これは私の曲なんで、勝手に使っていただいては困りますって、直接、連絡してきたら、まあ、それはもしかしたら裁判になるかもしれないし、まあ、動画も削除しなきゃいけなくなるし、何があるかわからん。それはあの権利持ってる人が何するか次第だからな。確かそうだよね、申告罪だったはずだから、著作権は。その外部の人が、第三者がこれ勝手に使ってますよってこう言っても特に意味はなかった気がするんだよね。あのその告げ口みたいなできるかもしれないけど、で実際に曲作った人、権利持ってる人、曲作った人じゃないね、権利持ってる人がそのやつを見て、これはあかんなと、あの私が作った曲を勝手に使って、勝手にちょっと宣伝とかに使われてイメージを損なうとか、わかんない、どういう理由かわかんないけど、で言ったりしたらアウト、一発アウトですね。なんでそういうのに、毎日ビクビク怯えながら、枕を濡らしてくださいとしか言えないね。あの、なんだろうな、その、俺ぐらいの世代、メルティーブラッド、ギルティーギアとかの、2000年代格闘ゲームシーンで生きてきた人って、コンボムービーと共に生きてるんですよ、正直。もう、これはもう、なんだろう、今更隠せるもんでもないんで、あれなんですけど、みんなね、コンボムービー見てきた。あの、ジャンヌとかの曲聴いたりして、あの、コンボムービー見てきたんですよ。鉄拳勢もそうって言ってたな、確か。まあ、みんなやっぱりコンボムービーがあって、あの、かっけえ曲に、かっけえコンボを乗っけた動画をアップしてっていうのはね、昔からずっとあった。そう、妙にメタルが多かったりね。なんか結構その辺のゲーマーの趣味というか、が結構ね、あったんですよね。あ、そうそう、雪の瀬さんとかね、確かに。あげてましたし、俺もコンボムービーは昔作ってたけど、ただ、なんだろうな、版権がある曲に載せた動画とか作ったことないな。まあ、それこそ、メルブラのやつとかって、メルティブラッドの、なんか適当な BGM に作ったやつようなやつぐらいしかないな。とかで、あれなんだよな。まあいいや、とりあえずそういう感じで、その、まあ、著作権の話はね、すごく複雑なんで、その一概に、
こうだっつってビシッって言えるようなもんでもないんだけど、まあ、基本的には、まあ、ギリギリ怖いやつですよ。あんまり気をつけないと、気をつけてやっていかないと何があるかはわからないなというところではあります。そうだね、昔はそのコンプラというか、そういうの全然なかったんで、何が良くて何が悪いかもみんな分かんなかったから、そういう、なんだろう、今思い返すと、これはダメだろうみたいなのも多々あるんですけど、まあ、当時は誰もダメと思ってなかったというか、分かんなかったみたいなのは、多分あるでしょうね。あ、バービーのタクコンボムービー。あー、タクコンボムービーだと多分、サークルキャノンさんとかかな。ホッパーさんが作ってたキャノンのコンボムービー系はね、かなり出来がいいっすよ。まあ結構おじ発言なんですけど、あそこは昔からそのいろんなコンボムービー上げてましたけど、まあかなりレベルが高いなぁと思ったりはします。いわゆるそのコマコンを使ってる系の人たちいるんですけど、そのコンボムービー作るときに。そういうやつですごい精度が高い動画上げる人とかもいたりして、結構ね、面白いですね。そうだね。まあ、個人的には、そうだな。コンボムービーはね、好きなんですよ。だけど、まあ、その、多分、俺がその、なんだ、オフィシャルの人間として、いやー、勝手に反曲、反権のある曲使って、ムービーバンバン上げてくださいよって言えるわけなくて、そんな言ったら俺終わりなんで、そんな言えないんですけど、まあちょっとね、一応できればね、権利的に OK な曲とかで作ってくれると嬉しいんですけど、まあコンボムービー見るのはね、嬉しいとか楽しいわね。結構ね、難しいんだけど、例えばさ、そうだな、いわゆるそのゲームの配信ってあるじゃない？ゲームの配信あるじゃない？ゲーム配信で、アドベンチャーゲームの配信はまあ完全にアウトだと思うのよ、俺は。その、なんだろう。ネタバレしかないじゃん。だプレイヤーが生み出すものっていうのが何一つなくて、そのまあもしかしたらちょっとだけね、その実況者のそのトークがいいとかあるかもしれないけども、まあ限りなくクリエイティブ性が低い。まあ動画垂れ流してるだけみたいな。やつはまあかなりきつい。作ってる側からすると苦しいんだけど、まあ、格ゲーとかアドベンチャーじゃない、格ゲーとかアクションゲームとかは、まあ、うちらは砂場を作ってる状態だから、その砂場で遊んでる姿を見せてくれるっていうのはすごく嬉しいし、それを目的として作ってるわけだから、格ゲーの配信とかは、俺はね、まあ積極的にやってくれた方が嬉しいのよ。だから俺普通にリツイートとかするし、別にいいんじゃないのって思ってる派なんですけど、ただ、あ、そうだね。その、だから月姫とか魔法よとかは絶対ダメっすね。完全にアウト。絶対ダメ。まあ、なんだろうな。何一つ OK なところがないわね。そこが売りだもんね。多分その、例えばその、ソシャゲの、いやーでも難しいな。ソシャゲのシナリオも結構際どいな、俺的には。やっぱそこが売りだったりしたら FGO とか完全にアウトだと思うな、感覚としては。そのなんだろう、うん、そうなんだよね。一番やばいのはあれじゃない、その配信してる人の音声が無音でアドベンチャーゲームの配信をしてる人。いや、それはさ、ただのアドベンチャーパートの撮影してアップしてるだけなんだよな、みたいな。ひどいやつもおるなと思うんですけど。で、まあそういうのがある中で、それと比較すると、そのコンボムービーっていうのは、すごく創作性というか、作ってる人のものが含まれてるんだよね。コンボムービーって。コンボの、まあ、構成ももちろんそうだし、このコンボからこのコンボに行くっていう流れがいいんだよとかさ。まあ、いわゆる、まあそうだ、例えば DJ とかに近いのかな、そこは。DJ さんとか、俺、あの職業あんまり詳しくないんですけど、DJ とかもさ、昔はその、なんだろう、頭の固い人からすると、いや、あんな仕事じゃないだろうみたいに言う人もいたかもしれないけど、これとこれをこういう風に組み合わせていくミックスがええんや、みたいな、あるじゃん。わかんないけど。っていう流れももちろんあるだろうし、まあ、そもそもコンボの構成自体もね、その、この技をいっぱい入れるんだ、みたいな、独自性
独創性っていうのかなとかはあっていいなと思ったりするんだよね。まあただまあそれは今俺がそう思ってるだけの話で、ね、話で、まあ結構むずいよね。ああそうだね、アトラスさんの昔そのペルソナかな、あれは何でしたっけ、5でしたっけ、4どっちだろう。あの時にすごい言われましたよね、海外から。今時配信禁止なんてありえねえだろみたいな感じで海外からすごい言われてたんだけど、俺はその気持ちに負けずに貫き通してほしかったけどね。なんだろうな、言ったもん勝ちじゃんみたいになるのもどうかと思うしな。まあその文化が違うんでこの辺は難しいなと思うんだけど、日本人的にはまだなんかね、その辺はなんだろうな、粛々とじゃないな、なんて言うんだろう、やってほしいような気はしますね、なんとなくですけど。まあ例えばですけど、ゲーム作るのってさ、まあ、全然違う話になってるような気がするんだけど、そのまあかかってるお金の話になるよね、やっぱりな。その例えばゲーム1本作ります、ペルソナ5クラスのやつだと開発費っていくらぐらいだろうね。10億で賄えるのかな、何年ぐらいだあれ開発費って、わかんねえな、いくらぐらいなんだろう。まあちょっとわかんないんだけど、まあ、10億とか20億とかわかんないけど、まあ、使って作ったゲームでその発売後の売り上げで、まあ、ペイするわけじゃん、ゲーム買い切りのゲームなんで。で要するに買ってくれないと基本的にはすごくまずいというか、次が出せないというか、会社が潰れるというかになるわけじゃん。でこうなってくると、いわゆるその配信をして配信やってるのを見て買う人がどれぐらいいるんだろうっていう数字がちゃんと出てくると、もしかすると何か発展があるのかもしれないね。あ、6年だと人数にもよるけど結構いってそうだね。結構いってそうだね。まあいいや。なんで、その、俺が知ってる限りだと、まあ、いわゆる配信者がゲーム配信やってゲームを買いましたっていうパターンはかなり少ないと聞いております。本当、ごくごく一部の人だけが、同じ話題を共有したいからちょっと、買おうかなみたいな風になる。でそれこそその配信する人がすごい長いこと配信する、例えば毎日配信して例えば1ヶ月配信しますみたいなに時に、まあ、途中でまあこんだけずっとやってるし、まあ、好きな配信者だし、まあ気になるから俺もついでにというか一緒にやってみようかなみたいなにだったらもしかしたら買うかもしれないけど、例えば3日4日とか配信1回2回ぐらいやって終わりみたいなパターンで、それを見て買うかっつったら買わない気がするよね。もう見て満足しても、で自分が好きな配信者はもうそのゲームの話はしないわけだから、後から買ってもしょうがないしみたいなパターンになっちゃうんじゃないのかなって気がするんだよな。ちょっとこの辺はその V じゃないな、その配信系が詳しい人じゃないとの意見も聞きたくはあるけど、俺はそういう印象がちょっとあって、まあなかなかきついよなとは思いますね、とかがあるので、そのまあちょっと話だいぶそれたんですけど、まあそういう感じがあったりするんで、配信だったり動画だったり著作権いろいろめんどくさいよなって最近は思ったりはします。コンボムービーはね、なんか格ゲーだから積極的にシェアしてアップできる仕組みってあった方がいいなと思ったりはするんだけど、 BGM は確かにな、いい感じのやつがなんか使いやすいのあったりしたらいいのかな。メルブラの BGM、 あのタイプルミナじゃなくて過去作のメルブラの BGM はね、確かライトさんが好きに使っていいよって言ってた気がするんで、使っていいらしいですよ、知らないですけど、俺その話は俺聞いてないんで、まあ作った人がいいっていうんだったらいいのかもしれないですけど、俺は知らないんですけど、使っていいらしいんで。
こっちへの連絡は確かなかった気がしますけど、使っていいらしい。あんまり俺も詳しくないですね、正直。そうですね。まあ、真面目にガチガチに言っていくとさ、例えば、ゲーム画面をキャプチャーボードで、撮る。これはね、結構 NG になりがちですね。そもそもなんですけど。その、配信していいですか？ゲームが持っている、ゲーム機が持っている機能での撮影は OK ですと。だってそれはゲーム機に入っていますから。これはね、その、一貫して、どのメーカーも多分変わらないと思うんだよね。PS4 とか5ってさ、シェアじゃなくて、その、まあ、配信機能あるじゃん、デフォルトで。し、デフォルトで録画する機能あるじゃん。あれは、機能があるんで、それを禁止するわけはないのよ。そう、ね、なわけないんで。で、じゃあ、いや、じゃあ、そんだったら月姫とかできんのかなと思うと、月姫は、タイトル画面違うな、なんだ、起動した瞬間からずっと、確かキャプチャー禁止期間、禁止区間に入って、最初から最後までずっと撮影できません。あのゲーム確か。ので、ゲーム作ってる人側から、いや、キャプチャーはしないでくださいと。当然配信もしないでくださいって明確に言われているのね。だから要するに、ゲーム機が持ってる機能の配信とか録画の機能を使う分には、要するに作っ、ゲーム作ってる人の意見が尊重されるので、いいんだけど、キャプチャーボードとかを通して、まあ今の俺の配信もこうそうなんだけど、キャブを通してやると、まあ映ってるものがそのまま表示されるから、まあ基本的にはね、NG と言わざるを得ないんですよ。NG と言わざるを得ないですね。さすがにね。なんだけど、まあ難しいとこですね、正直。それを言ってしまうと、なんだろうな、うん、まあいい共存の仕方を考えていかないと、メーカー側と的にもきつい。あ、ごめんごめん、その、格ゲーのね、格ゲーの話なんだけど、格ゲーだと、その辺はちゃんと共存の仕方決めないといけないなとは思いますね。そうですね。まあ、なかなか難しい問題ですよ、本当。まあ、話を戻すと、とりあえず、権利的に NG な BGM 使ってるやつあるけどどうって話は、その権利持ってる人がダメって言ったらダメなんじゃない？そうじゃないやつ、黙認してるやつだったら、まあ配信サイトにもよるけど、YouTube とかだったら確か、権利元にお金が行くような流れになっていたような気がします。ただ、とはいえ、言っても、すべてお金がいって、丸々お金になってめっちゃ儲かるって話でもなくて、まあ一応多少行くかなぐらいの話ではあるので、その動画アップしてる人の YouTube チャンネルが盛り上がるとか、そっちのメリットの方が大きいような気がするし、まあ、その、黙認してもらっていただいているという状態であることは間違いないでしょうね。っていう話になりそうな気がします。はい。こんな感じです。すげえ長くなったような気がする。お便りいただきありがとうございます。